レトロポップ？あ、ここにいらしたんですね。今小鳥と新しい衣装を合わせていたところなんです。どうでしょうか。昔流行ったファッションということですが、鮮やかで可愛らしい衣装ですよね。またスカート丈が短いのですが、まあよしとしましょう。最近はこういうファッションが流行っているそうです。流行は繰り返すのだとか。全部小鳥からの受け売りです。自分では選ばないような服を着ると少し気恥ずかしさがありますが、新しい自分を知ることができるのかなと思います。スクールアイドルになるまでは新しい自分を知るとか、それを人に見せるなんて想像もつきませんでした。少し照れてしまいますが、これからも新しい自分を出していけたらと、そう思っています。